のみさんこんにちは。こんにちは。嫁に熊田陽子と何かあるんじゃないかって最近疑われてるラファエルです。よろしくお願いします。本当ですか？若干仲いいねって言われます。コメントにも、はい、絶対何かあったなって書いてある人いたから。すぐ倒れた。何もないです。今日の企画なんですけど。だってある人出れないですもんね。企画説明するから。今から企画説明するから。ある人は出ません。ある人。あの子出せないですもんね。今から企画説明するんですけど、はい、うん、今日はですね、うん、以前ヒカルさんともここでやらせていただいたんですけど、うん、あのノーカット、ノー編集、はい、ノー編集？そうです。 YouTube ってやっぱりその編集されたものを出してるじゃないですか、うんうん、だからやっぱりそのトークが意外とね、こう、うん、あったらトークできなかったりとか、うん、編集に助けられてるとか、うん、もう まずいところは全部カットするとかあるんですよ、うん、あ、じゃあまずいことじゃダメなんだ。ダメです。もうこれ完全ノーカットなんで。あの子の名前ダメなんだ。まずいって嫁見たりするから。嫁が見たりするんですよ。熊田陽子さんの出てる回を見るから。私の回は見てくれるんですね。見るんですよ。嬉しい、光栄です。怪しまれてるから。なんで今日はですね、あの TikTok ライブも回しながら。あ、こっちだ。はい。こっち見れてますかね。見えてますか。私のもフォローしてください。お願いします。TikTok やってます。ということで、はい、これちょっとうるさいんで、もう今日普通に、うん、この竹下通りを歩くだけです。すごい。普通にやるだけ。ちょっとね、TikTok ライブの方の音声聞こえにくいと思うんですけど、うん、あのコメント読めたら読みますんで。めっちゃ声張ってますね、今日。あのね、ここピンマイクあるからいいんですけど、うん、多分ね、ここがそんなに聞こえへんかなと思って。そっか、TikTok ライブの方がちょっと聞きづらいんだ。もしかしたら。あー、そっか。まあそんな感じで、もうノーカットですから、うんうん、もうトップギアでトークしないと。トークできる2人やって言われてるんですから。誰に？コメントはコメントなんで。あ、本当？よし、頑張ります。トーク化け物って言われてますからね。そんなことはグラビア。私、グラビア界のキングカズって呼ばれてるんですよ。知ってます？グラビア界のキングカズですよ。え、どういうことちょっと面倒くさいってこと？それカズさんに失礼じゃないですか。いいんですか、カズさん。どういうことだから、サッカーもね、寿命があるじゃないですか、はい、グラビアも同じ寿命があるんですけど、はい、長く、はい、あのカズさん活躍されてて、熊田も長く居座ってるっていうことで前線にいる。はい、グラビア界のキングカズ。だって、昨日40冊目の写真集が出たんですよ。めっちゃ宣伝入れてくるやん、この人。オープニングで本当は今日持ってきてラファエルさんに渡したかったんですけど、はい、私自身も持ってないんですよね。あ、まだ販売もしてない。いや、販売は昨日したんです。だから22日にしたんですけど。めっちゃ宣伝してくるやん。そう、あの双葉社からスピニングっていう写真集出たんですけど、でも私の手元にもないから渡せなくて。だからもし本屋さんがあったら行きたいんですけど。もしかしたらね、本屋さんね、私の記憶では竹下通りないんですよ。ない。私結構子供と来てて、はいはい、でも子供が行きたい店ばっかり行ってるから。あ、じゃあ詳しいんですね。結構してます。でも子供が行くポイント決まってるんで。なるほど。だから私が行きたい店を今日は。さすがやっぱあれやね、グラビア界のキングカズやね。ちょっと鬱陶しいもん。いや、鬱陶しい。だからカズさんに謝ってよ。俺のチャンネルじゃないかなと思ったもん。メインで喋ってるから。とりあえず今日行きましょうか。はい、行きましょう。じゃあ熊田さんが詳しいから、もう熊田さんに教えてもらいながら。じゃあ私行きたい店もうすぐあるんですよ。あ、あるんですね。今日は実は、はい、あのアクセサリー何もつけてないんですけど。あ、確かに。そう、あの行きたいアクセサリー屋さんがあって。あ、ちょっと待って、うん、遠すぎ。いやいや、こいつがめっちゃ引っ張るやつじゃん。え、遠すぎ。すごい怒る。マジで。え、どんな価格になってる。 0.5 とかにすればいいんじゃん。あ、設定を。え、ちょっと待って、こっちは一生懸命やるから、そっち側ちゃんとやってや。怖っ。頼むで、そっち側。すごい、最近ね、片岡さんに対してすごい厳しいんですよね。いやいや、そう思うじゃないですか、だって本当にポンコツなんで。召使い扱いされてたから。すごい、ね、従業員のこと召使いって言ってる時点でもうブラック企業決定だから。あ、うちはブラック企業ですから。あ、もう言っちゃってるんですね、はい、言った。え、アクセサリー屋さんにまず行くんですね。そう、で、そのアクセサリー屋さんが、はい、実は安くて可愛いんですよ、これは子供も大好きで、はい、竹下通り行くと絶対行くんですけど、はい、絶対なんや。絶対行きます。なぜかというと、はい、目に止まっちゃうから。今日やってないかも。嘘でしょ。これもノーカットやからな、ね、やってないんや。やば。あ、ここここ。え、休業って書いてるやん。カリスキッズ絶対行くの。人気なんすよね。あ、でも人気すぎてもう改装するんや、中身。そっか、6月上旬に。なるほどね。これです。そう、すごい可愛いの。全部ほとんど300円で。あ、ほとんど300円だ。イヤリングとか、ネックレスとか、はいはい、カチューシャとか。だから今日そこで買いたかったのに。わあ、一応店の中の感じこんなんですね。あんな感じですね。すごい可愛いんです。女の子は多分絶対大好き。あ、そうなんや。まさかの休業。
まあ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 、まあ、何十回来てるのに初めてですよ。こんなことある？タイミング悪いな、なんか雨降りそうやし、なんか大丈夫大丈夫、相性悪いんちゃう。じゃああそこのアクセサリーは、あそこもあるんですね。あそこ行ってみていいですか？寄りましょう寄りましょう、アクセサリー屋さん寄りましょう。ちょっと薬局と一緒になってる感じの。なるほど、いやほんまに詳しいですね。そうだから私半日いられますよ。ここ？そうここ。こんな早歩きで歩いたら5分くらいでしょ。いっぱい店があるんだもん。お店なんかいいのかな、そのまま入っちゃっていい？許可取ってきます。あ、許可？許可取る。取ってえ、行ってくれるんですか？はいはい。ありがとうございます。子供こういうのもすごい大好きだから、はい、目に留まっちゃって、はい、うち3姉妹がいるんですけど、はい、竹下通り1回行くだけで1万円和田陽子さんの名前使ってもダメでした。もう思いっきり熊田陽子さんだ。違うよ。ねえそういう言い方ほら風評被害ですよ。ほんまにあかんと言われましたもん。いやそれは撮影自体がダメ、熊田陽子がダメみたいなことがない。撮影自体がダメだけど、よく行ってるんですよね。ここここはでもあの本当に分かんないように言ってるから、はい、あそうか、やっぱりプライベートはこの感じでは歩かない。いやもうこれは全然もうだってしゃがめないもん。あじゃあその帽子とか顔隠す。あ帽子とマスクはします。あそうなんすね。そう今日はあと日焼けも気になるから絶対紫外線カットで行くんですけど。じゃあ熊田陽子さんが普段から来てるっていうのは店員さん知らんねん。店員さんは分かんないと思います多分。でお会計 も子供たちが行けるから、はいはい、お会計も本人でセルフでやってもらってるんですよ。おしゃれな子供見てかっこいい。かっこいいっすね。外国人の子かな。外国人じゃないですか、ね、え、そうなるとどうしましょう。アクセサリー屋さん、アクセサリー、ダメダメ。でもね絶対あるんですよ、いろんなところに。あるんですよ。てかもう熱いな、話変わるけど、ちょっとここ見ていいですか。全然アクセサリー屋さんじゃないけど、どこ行くの？これ、あ服ね。あそう、めっちゃ似合いそう。こんなんなんでかっていうと、はい、昨日発売したばっかりの私の最新写真集の何回言うでそれ何回言うでそれ。中でも着てるんですけど、はい、ポールダンスの衣装で、はい、これ着てふわーってできるんですよ。あー、ここ撮影許可、ポールダンスをやってはるんですよ熊田陽子さんね。そう、撮影許可取ってきてもらっていいですか？撮ってくれ撮ってくれ。熊田陽子の名前使って撮ってくれ。ここでもこの間も撮影したもん。あ、ほんと？ OK。 そう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 、大丈夫かな。ちょっと聞いていきます、聞いていきます。すごい和のテイストといろんな目移りするぐらい。でも香りはケバブっていう。 YouTube OK 出ました。え、ありがとうございます。店員さんですか？ありがとうございます。いつもお世話になってます。前回はね、TKO の木下さんとここロケ来てるんですよ。あ、木下さんも目に留まったんですね。でここのね、おばさんが面白くて。今日いらっしゃるのかな？今日はいないですね。今日はいないんですね。お兄さん、外の商品ちょっと当ててみていいですか？いいですか？すごい優しい。これね、これ確かにめっちゃ似合いそう。そう、これの赤を、赤っぽいの持ってて。あ、持ってるんですね、似たようなやつ。そう、でもセクシーやけどかっこいいし、これはすごい風になびくからポール登った時にすごいいいんですよね。あ、ここ登った時に、え、小村さん、もしこれ今ここ登ります？登っていいですか？行けそう、行けるかな？あかん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 、ダメかな。でも登って両手離した時にファーってなるから、すごいいいんで。あ、でも青もある、青。え、でもこっちの方が絶対かっこいいですけどね。早く終わらせたいの？違う違う、早く、一応今日1時間で決めてますから。え、でも、え、青もいい。青がなんでいいかって言ったらロングだから。あ、長さがね。そう、長い方がなびくじゃないですか。なびく、確かにマント感ある。え、あ、長い。あ、でも赤家に持ってるんだ。赤持ってるんや。そう、だから、え、持ってるけど別にこんな柄の感じじゃないんでしょ。いや、和柄です。完全に和柄。和柄で、え、買ってもらっていいんですか？ちょっと待って、今日もあのこの間のロケと同じ感じ で、まあ、そうそうそう、そのこの間の家電をめっちゃ買った、ね、やつを嫁が見て、うん、なんか怪しいねって仲いいんだね熊田陽子さんとって言われて。もうビジネスですから、これビジネス、ビジネス、ビジネスで仲いいだけ。じゃあユースこれ買ってきて。あ、でもピンク、でもピンクかわいい。でもこれってさ、外にあれやから新しいやつあるんかな、聞いてきて。全然気にしないですよ、うん、そんな。いやいやいや、まあまあまあ、まあ、一応ね、一応ね。どういうテイストなんですかね、ここね。ここは多分外国人のお客さんが喜ぶ感じに。あれですよ、前ねロケした時は、うん、そこのご飯を取材したんですよ。あ、ケバブ。そう、ケバブは確かに日本じゃないから。ケバブを取材しました、前は。え、お腹空いてます？いや、全く空いてないですね、僕。もう睡眠不足で僕1時間しか寝てないんで今日。ね、なんで私のロケの時寝不足で来るんですか、毎回。僕もでもそれぐらいです、今日。なんで片岡さんも寝不足なの？朝の6時とか7時も寝たな。お仕事で一緒に？ソーマトランジスタさんっていうところの方のチャンネルに出て。そうなんですよね。ひどいですね、プライベート一切ないですね片岡さん。もっと言った方がいいですよ。プライベートは、いや、あるよ。
あるよこいつプライベート。ないですよね、だって1時間しか眠れなくて。プライベートないらんやろ。じゃあ、まあ、20代なんかもう休みいらないんですよ。いやそれもう古い。はいはい、古い古い。あ、また言ってる、また言ってる、また言ってる。もう今日言葉選ばないとノーカットだから。そう、配信してるし。TikTok の方がコンプライアンス厳しいんでね。言葉選ばないと。バンってなってまた。なっちゃうんすよ、なっちゃうんすよ。1週間か10日ぐらいね。なっちゃうんすよ。生配信できなくなっちゃうから。話戻るけど、ほんまに暑いね。めっちゃ暑いです。もうやばい。脱いでいいんですよ。あ、今こそ筋肉を見せる。筋肉自慢。筋肉自慢男。あ、でもユース扇風機持っとんすよ。持ってるんや。はい、あ、それ持ってる。新品だ。ちょうだい。ありがとうございます。買ってきてくれたんですか。はい、ありがとうございます。これいくらぐらいで買えるの。こちら2400円です、ありがとうございます。え、渋谷で買った時よりだいぶ安いです。すごい。シルク、サテンか。サテンかな、素材わかんないけど。これで今度踊ります。これほんまに来てくれるんですか。じゃあ行っていいです。ポールダンスで。もちろん、あのラファエルさんがラーメン食べながらダイエットするって宣言されてて、はいはい、もうすぐ理想の体になるので、はい、その体と一緒にグラビア撮影するって言ったの。おいおいおい、追い込むな追い込むな、俺のダイエット。追い込むな。全然鈍化してます今、数字が悪いんですよ今ダイエット。停滞期？停滞期しますよ。全然です。追い込まないでください。持ってて持ってて。ありがとうございます。だからその完成した肉体と一緒にグラビアを撮るんで、そうそう、ね、その時に使える小道具。確かに確かに、うん、だから僕は7月の11の海開きまでに、うん、あの仕上げてきますから。お、ゴールがもうちゃんと決めたんですね。あれ海開きまでに。なるほど、はい、そこでバキバキにするんで。すごい、はい、その時にまたコラボさせてくださいよ。ぜひ。あ、写真撮られてますよ。小室さんやっぱ人気ですね。あ、日本の方ですか。あ、日本の方だ。日本の方ね。それはもうまだです。ドストライクじゃないですか、世代的に。確かに、ね、確かにそうですね。写っていいのかな。写真とか NG なんですか。写真全然大丈夫です、はい、タレントさんやと YouTuber とちょっと調べ、何が NG とか基準あるんですか。基準はや事務所じゃないですか。吉本で言うと、うん、ハギちゃんとかみたいに売れてへん芸人でも、うん、タトゥー1個あったら写真 NG やったわ。そうなんですか、うん、ハギちゃん誰かと一緒に撮るときってことですか。撮るときにそのファンの方がハギちゃんさんって芸人さん、吉本のハギちゃんさん写真撮ってくださいで、タトゥーが入ったから NG ってなった。おしゃれタトゥーもダメでした。ハギちゃんはだってポールダンサーっておしゃれタトゥーいっぱい入ってますよ。そうなんです。タトゥー入ってるんですか。ていうか私は入ってないですけど、はいはい、その先生吉本の基準なんじゃないですか、それが。あ、そうなんですね。私は基準特に言われてないですけど。あ、そうなんです。結構自由な感じなんですね。自由は分かんない、私だけかもしれないですね。でも一応事務所入ってますもんね。事務所入ってます。ピラミッドっていう鈴木紗理奈姉さんがトップにいます。あ、鈴木紗理奈さん、はい、よく見てた。めちゃイケ、うん、そうね、世代ですよね。 めちゃイケ。僕ね、あの人好きですよ、雛形あきこさん。グラビアの大先輩です。まだ現役ですか。雛形さんはもうグラビアやってないと思いますね。川原会長、はい、あ、お疲れ様です。あの川原会長って年収オークション社長ファイトクラブの。お疲れ様です。年収オークション私も以前出させてもらいました。あ、ここに行っていいですか。あ、ここいいじゃないですか。アクセサリー見ていいです。アクセサリー見ます。うん、見たい。撮影許可取ってきますね僕。いいんですか。取ってきます。ノーカットやからな、ちょっと中だるみしてるようなトークな。ちょっとね。こいつほんまこんなやつなんですよ。やばいでしょこいつ。でも、こんな感じ。行ってきます。俺行ってきます。はい、あ、どっちでもいいね。僕が行った方が多分もしかしたらワンちゃん。一応行ってきますね。なんで僕が行った方がっていうの、それの方が失礼ですよね今の。まあラファエルさんの顔で言ったら、あ、ラファエルさんだってわかるから話は早そうだけど。すごい。多分ね、あと外国人のお客さんがすごい多い。そうですよね、インバウンド。ねえ、でも外国人の人から見てもラファエルさんは何だってなりますよね。 あの仮面の男は何だって。大丈夫かな。すごい、子連れでいつも来てるからここまで来るのにすごい荷物持ってるのに。今日何にも持ってない。大変ですよね。大変、すごい大変です。その隣のアルタもすごいいいんですよね。アルタの中もいっぱい見るものがある。オッケー、許可取れました。しかも BGM も切ってくれた、優しい。10分間嬉しい。え、会長なんかコメントした。いや、コメントは多分聞けない。あんまり、もしなんか身内のコメントだったら呼んでくださいね。ちょっとじゃあ行きましょう。なん、ザ・サッピラさん、なんて読むの。まあもういいでしょ、名前とか。いいです。名前とかいいでしょ。こちらのお店。あ、はい、はい、商品とかあんまりあの NG なので。あ、ずっとずっと映さない。あ、ちょっと物により、あ、わかりました、わかりました。すいません。いい声で。ざっくりな感じならいいんですか。ざっくり。ざっくり。ありがとうございます。
優しい店員さん、優しい。助かります。ちょっとフリッカー強いんで、フリッカー強いんで 0.5 で。オッケーオッケー、はいはい。え、何どういうの買いたいんですか。はい、イヤリングと、はい、ネックレスと、もう愛人とかの距離ですから、ね、前も家電で30万40万家電量販店で金買って。ただここは竹下通りですよ、まあまあ、なんかね値段が、そうデパートとかで行ってるわけじゃないから。そうか、だってラファエさんいくらです、ぶっちゃけ年収いくらですか。いや僕なんか全然、僕なんか全然ですよ。いやそれは多分会社の給料としてもらってる分が少ないからだからそういう経緯的な。早く帰りましょう、早く10分しかないねんから。だって何がいいですかって言ってるから。何か何買う。だからネックレスとブレスレットとイヤリング、はい、シュッシュ全部やん。シュシュシュ、暑いから髪の毛縛りたいこの辺じゃないですか。そうこの辺でも手当たり次第買っていきましょう。手当たり次第え、いいんですか。手当たり次第買っ、あこれ、これかわいい、今の服に合うっす。これかわいい。あでもさっきの300件私がいつも言ってるとこよりはいいお値段がする。あだからいいですか、物がいいんじゃないかな、わかんないですけど、そういうことですね、うん、7倍。おお、約7倍。ほんまいいですか。あじゃあこれ、はい、それとそれと、うん、ブレスレットとか。えブレスレットとかどういうのつけるんですか、種類的に。種類はあでも女性関係あっちじゃない。なんかね、はい、揺れるものに目が行く理論知ってます。あわかります、それ。だからなんかそのシーンによって、はい、例えばなんかちょっとなんだろうな、そういう恋愛系の話とかだったら、はい、揺れるものっていうトークにつながるから、はい、揺れるものにしてます、はいはい、で、え、恋愛まだ諦めてないんですか。じゃあ番組に呼ばれた時だからその番組テイスト。だから例えば通販だったら、はい、この子が商品じゃないですか。そうだからこっちがチラチラしたら分かんない。そう目立っちゃダメだから、ね、地味なやつをつけるっていう、はいはいはい、だからどんなものをつけるんですかっていう質問に答えてるから。すごいな。いやまだ恋愛諦めてへんのかなと思って。いや喧嘩せんといてよ、ね、まだって何なんですか。いやいや、ま、だこの間もネットニュースになった。まだってどういうことですか。いやだま、まだ人生半分なんですよ。いや半分ですよ。もうなんか一人でいいみたいなこと言ってませんでしたっけ。いやそうですけど、はいはい、結婚はしないって言ってますよ。結婚はしないって言ってます。そうです、結婚も二度といいです。よし、あでも恋愛はまた別や。恋愛はまた違うかもしれないですね。あもしかしたらじゃあ今後これワンチャンニュースになるんじゃ。今後もしかしたらワンチャンってなる、うん、もしかしたらね。もしかしたらね。なるほど。じゃあやっぱりそこの、ね、美のところをね。そう恋愛の心理戦とか全然。でもそういうでも恋愛じゃなくても見た目って大事じゃないですか、はい、大事。自分のテンションが上がるために綺麗にしときたいから、はい、確かに現役ですからね。キングカツですからね、グラビア界のね。グラビア界のキングカツ、これ押していきたいんで。俺多分それあんま言わん方がいいと思うよ。カズさんに失礼かな。いや、あんまイメージ良くない気がするけどな。え、本当に。いや、どうなんですかね。キングカツですよ。買っていきましょうよ。なんかね、華奢な方がいいかな。華奢な方がいい、うん、まずそのアクセサリーの、うん、耳のそのチラチラ揺れるやつどんな感じなんですか。チラチラ揺れるやつ、はい、結構でもお得な情報です、意外と ね、 そうね。恋愛の時は揺れた方がいいっていうっていうのが、男性は狩猟本能があるからやっぱピッて動くものに目がいくらしいんです、はい、なるほどね。だから そんなことないけどな。いやいや、ほらほら見ない狩猟本能、まあ、確かに大吾さんもなんかそんなようなこと言ってたわ。だからイヤリングとかあと洋服も、はい、ヒラヒラするのとかだと目でもう本能的に追っちゃうらしいんですよ。なるほどね、男性は。え、でもそんなのを本能的に追っちゃうような、うん、そんな知能の人を捕まえたいですか。知能が低いってこと。いうことになれへん。でも本能だから。まあそうかそうか。もう DNA で組み込まれてるんですか。僕にも入ってるんですか、じゃあそれ。絶対入ってると思う。俺絶対そんな目で追わないですよ。今度じゃあ検証しましょう、なんか企画で。絶対多分小3ぐらいのなんか本能だと思います。あ、俺小3のすぐやん。じゃあ早く買いましょうよ。あと5分ぐらいしかないです時間。あ、そっか、音楽止めてもらっていいですね。こういうことじゃないんですか。で、私ピアス開いてないからイヤリングがいいんですよ。あ、イヤリングか。そう、全部ね、穴開いてないから。イヤリングか。そうなんです。だからその辺がちょっと買うときに注意しなきゃいけないけど。そうかイヤリングね、こっち女性、うん、こっち男性ですね。あ、すごい男性もある。え、はい、ラファさん買わなくていいです。僕自社のやつがあるんで。あ、すごい、ジュエリーやってるんですよ。あ、キンドですね。あ、キンドって言い方がもう昭和。久しぶりに来たな、キンド。昭和。こっち、これは指輪か。そう、指輪。そうか、イヤリングか。そう、それか、はい、ネックレス。ネックレスとりあえず選びましょうよ。うん、どんなのがいいかな、華奢なのがいい。まあ今のそこに合う、こういうのとかも可愛い。あ、パール？パールで、うん、色的なピンクゴールド。綺麗。ピンクいいっすよね。確かにこれパール、シュシュがパールだから。はい、そことそのパールと合わせて。これ合います？ピンクゴールドはいいと思いますけどね。合いますかね。
いい、めっちゃいいですね。マイクに引っかからないですか？はい、この辺もちょっと考えるんですよね、はい、マイクでカチカチやると編集、ま、大人ってほんま細かいよな大人ってどういうこと？それいいと思いますよ。いいですか、ちょっとブラブラやったら引っかかっちゃった、はい、ユース直してごめん、何やねん、売り物やん、ユースは頼れるから。じゃあこれ1個ね、やっと。こういうことじゃない、うん、イヤリングは何イヤリング、なんかパールのイヤリングあったらいいですよね。 あっちかも、あっち、ちょっとあっち見てみよう。あっち、うん、イヤリングないかな。こっちイヤリングかもしれない。いや、ピアスだ。ピアスなんや、イヤリングがないか、うん、腕のやつを1個買いましょう。どれか、腕ブレスレット、はい、腕のやつとか、もうそれもちょっとなんかもう昭和飛び越えて大正時代みたいな。男性はそれ、腕のやつ、男性はブレスレットとか言わないでしょ。これ首は、首は、首やないこれ、これはネックレスや首やないか言うかよだって腕のこと、腕はって言ったから、これ腕の、腕のやつ、腕のやつもう3分ぐらいしかないで、あとじゃあどうする。ありがとうございます。え、誰誰、ドンペリ大将軍様です。ありがとうございます。今ね、TikTok ライブ配信して、NOW なんで。NOW ですね。え、じゃあ、パールだったから、はい、ドンペリ大丈夫な、世代じゃない、おっきな。これにしようか。あ、それ、あ、でも色ね、ピンクやから、ピンクの、ほんまは合わせたいですよね。確かに。か、このリボンだか、リボン系。リボン系。ピンクゴールド？ピンクがないんか、腕で。腕はね、腕は。腕ピンクないんか。腕ピンクないわ。ピンク、ピンクで合わせた方がいい。じゃあこれをだからゴールドに変えるとかですよね。うん、だからこれを、はい、こっちも可愛いけど、リボン可愛いですね、リボン、うん、でももう42歳だからな、リボンとか言ってる。え、42になったんですよ。見えへんよな。本当ですか？ほんまに見えないですよ。やった、片岡さんが初めて声を発してくれた。見えない、42ほんまに見えへんよな。だからちょっとリボン大好きだけど、でもいいか、好きなものをしようかな。好きな、いや、ご自身が好きなやつの方がいいっすよ。確かに。はい、じゃあ全部貸していいっすよ。暑いね、ほんまに暑いね。あ、じゃあバタフライにしようかな。バタフライ、あ、でもこれあれかな、画面に反射して映っちゃダメな人が映っちゃうかな。いや、そんなことないですよ。はい、そんな気にしなくていいです。いいです、うん、もうとっとと買ってくれ時間がない。これこれ、とっとと、これとブレスレット、ブレスレットを、うん、それ1個持ちます、持ちます。 ありがとうございます。ブレスレットが、ブレスレットどうしましょうか。あ、これがいい、これ。わー、かわいい、かわいい、リボンね、うん、バタフライとリボンにします。はい、かわいいですね、これ買いましょう。やったー。ユース、それなしやって。はい、うん、なんか ごちゃごちゃしての直してます、うん。まだ外でおるわ、俺ら。ありがとうございます。いや、店員さんちゃんとお礼言いといてな。ありがとうございます。ラファさんのいいんですか？そっか、自社のやつを。僕、自社のやつがあるんですよ。そうなんですよ。なんでいつもつけてます、自社の。いつもこれとか多分自社だ。あ、そっか、全部つけてるのは自分のやつ、ブランドっすね。へぇー、はい、そうなんです。すごいですね。あれですよ、で全国44店舗に。あ、今すぐ使わないから俺の宣伝させへんねん、一切。もう時間ない。自分のグラビア、自分のグラビアの宣伝とかするのに。音楽かかっちゃうから。俺の宣伝させへんねん、全く。全然喋らせてくれ。おそうそうそう。おお、そう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 。あら。あのね、彼ね、僕のガチファンで。あ、そうなんですか。彼はもう、すべてのイベント会場に絶対来るんですよ。すごい。で、この間あの番組で就職しました。社長、社長の方で。すごい、おめでとうございます。今じゃあお仕事中この時間だと。多分配信を見てきたんですよ。え、いいんですか。お前仕事サボってるやん。確かに。契約もらった。あ、そうなんや。また今度ね、YouTube で密着、その後の密着も出るんで。すごい。ありがとうね。ありがとうございます。あれサボってないね。うん、一般人が映り込んでくんなよ。ラファエルさんのどこが好きなんですか。まあ、ちなみに聞いとこ、どこが好きなんか聞いとこ。ラファエルさん、もうちょっと前に。うん、ラファエルさんどこが好きなんですか。うん、え、生い立ち。生い立ち。生い立ち。あ、僕は結構生い立ちがね大変なんですよ。生い立ちが大変な方が。生い立ちが大変で本出してるぐらいです。そうなんですね。はい、あのモデルプレスの松下さんが、社長の松下さんが、それ絶対本にした方がいいですよって言って、それが本になりました。あ、そうなんですね。はい、そこに心動かされて。はい、なるほど。こんな、まあ、主な一般人絡まんほうですよ。はい、もう何も出てこないです。はい。おいたちね、じゃあ私もその本読みますね。はい、読んだって言ってなかった。読んだは言ってない。こんな本出してるんですねだけ言いました。はい、あざすあざす。いやいや、まだ撮影なうや、ライブ配信中や今。嘘どうやって撮ってあげます。撮ってあげます。いい、これでいける、これでいける、これでいける。これ私も入っていいんですか。あ、もちろん。はい、あざす。ありがとうございます。あざす。
お仕事行ってらっしゃい。いや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 、生い立ちそうなんだ。お前そこ邪魔かもしれん。今 0.5 1 0.5 にします。なんかさ、あの、うん、大きなギフト飛んだらそれ名前言ってあげて。大きな何、はい、ギフト、さっきもギフト投げてくださった方がいるんですよ。ありがとうございます。すごい。その時だけ名前言って。はい、あれ持ってあげたらいいのかも。あと逆走、あ、そうです ね、ちょっとそれ逆走かもしれない。アルタ行こうか。アルタ一回止まろうか。うん、アルタも楽しい。こ、え、ここっすか。うん、そうなんや。アルタ行こう。でもなんかあれやな、新鮮やな。もうこの時点でもさ、うん、本来 YouTube でカットするとこいっぱいあるもんな。回りますね、こっち。え、行かないですか。行く行く行くけど許可取らなあかんし。アルタは難しいかもね、許可が。ここ難しいですか。うん、映したら赤いもの映りそうやな。なんかね、いっぱい店舗が入ってる大型店だから、はい、結構上の人に聞かないとみたいな感じがあるかもしれない。一瞬聞いてきましょうか。でも、うんうん、これありがとう。一瞬、そういうんじゃなくて、俺今から行ってくるから。はい、一瞬聞いてきますね。こんにちは。あ、映っていいんです？映っていいなら全然。映っていいです ？YouTube、ラファエルさんの YouTube。あ、本当にライブ配信もしてます。全然いいです。あ、ここで写真。これ本番。え、今日何しにいらしたんですか。旅行で。旅行で。え、どちらから。沖縄で。え、すごい、沖縄からだって。すごい。すごい、ありがとうございます。写真全然いいです。沖縄ロケでよく行きますよ。お二人で旅行ですか。家族で。あ、じゃあファミリーはどっかにいるんですね。暑い。今写真、沖縄から来た。沖縄から。そう、あ、僕撮ります。それ任せください。一緒にだって。あ、一緒に、OKOK。 じゃあインカメ、あ、挟みましょう。やった。あ、マスク、どっちでもいいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。沖縄から。そう、家族でいらして。家族で、あ、旅行で、あ、そうですか。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しい。ありがとう。もちろんありがとうございます。素人と絡むね。素人と絡むね、ややこしい。ちょっとユース待ちで。あ、こんにちは。ユースマ何してんの。ユースマと、あいつ一軒目レシート忘れて飛びに行っとす。ああ、そんないらんやろ、レシートなんか。いるでしょ。どう考えても、俺らまた3方やろ。そんな何百円ぐらいレシート。カリカリしない、従業員。いいです。あの、映ってもいいです。大丈夫です。どちらから？東京です。あ、東京。もともとは大阪でした。あ、そうなんですね。関西弁ですもんね。で、ちょっと音楽活動とかもやってて。めっちゃ積もってますよ。音楽活動やって、はい、これでいきます。いきますよ。はい、3、2、1。OK。OK。取れたかな？はい。OK。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お綺麗です。いや、嬉しい。ありがとうございます。熊田です。熊田です。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、あ、ここどうでした？ダメ？ここダメ。あのね、やっぱね、ここのアルタ側に結構許可取らなあかんから。そう、結構ね、ダメって言いました。大型なお店はね、はい。食べ物とかはいいんですか？え、食べ物食べたいです。食べ物食べたい。食べていいです。私だけ食べていいんですか？はい。え、これって人気じゃないの？そう、これ行こう、これ行こう。10円パン。じゃあ食べたかったやつ。これ。これめっちゃ人気ですよね。そう。ちょっと聞いてきますね、じゃあ。うん。これすごい、レインボーがあるんだ。絶対店員さんの顔映さんかったらいけるって。ここ入っていいですか？あ、やった。店員さんの顔だけ映らないように。すいません、失礼します。やった。これじゃあ1個いただいていいですか？食べたかったやつ。2種類あって、OK です。あ、じゃあもう絶対見栄え的にこっちのレインボー。これでいい。体に悪そうやな。赤色の食品使ってたよ。今から作るんだから。じゃあレインボーのやつ1個お願いします。お兄さん、体にいいやつ使ってますよね。ほら。そうですね。ね、自然のね。自然のオーガニックの素材を使ってますよね。全然違うでしょ。日本はでもアメリカの10倍許可が緩いからな。あ、10倍。そっかそっか。でもたまに、あ、すごい。うわ、消し、ここだけ映る、ここだけ映る、ここだけ。あの、お顔だけ。こっちから、こっちから。ユース。あ、こっちも片岡さんだ。そう、すごい。うわあ、すごい。これ何ですか？チーズ？そうです、4種類のチーズ使ってます。これチーズなんや。そうです、これも自社のセントラルキッチンで全部作ってます。そうなんだ。お兄さん、これ、はいはい、これ有名ですよね、本当に。すごい有名、食べたかった。これ1個いくらなんですか？
レモンだとちょっと900円頂戴します。おー、結構いい値段するね。なんか10円って書いてあるのに900円するんですよ。確かに。だから最初10円パンって書いたから、あー、クレーム入ったぞ。すいません、なんかすいません、ね、なんかすいません、ごめんなさい。いつも自分がすごい言ってんのに。いや、でもよく言われる言葉ですよね。外国の人には特に10円玉に握りしめてくるから。あー、確かに。そうやね。10円パンなのになんで10円じゃないの。あ、そうやね、まあ、考えたら分かるんですけど、ちょっとその言葉に惹かれちゃって考えたら分かる。やっぱ考えたら、原価考えたらね、この営業するのにね、人件費と材料費と、まあね、え、ちょっと待って、これあと何分待たされるの。あと1分ぐらいです。あと1分ね。せっかち、まあ、音楽のこともありますが、一旦表出ましょうよ。あ、そうか。これね、ややこしいのが TikTok は OK なんですけど、 YouTube が著作権がうるさいんですよ。あ、音楽、え、 BGM 切れたりできます。やったー、優しい。ありがとうございます。優しい、嬉しい。え、お兄さん、ここで食べてもいいんです。やったー、それはいいですね。じゃあここで食べよう。涼しいし、ね、涼しい。あ、ここだけなんかね、違うお店なのかなと思ったぐらい。確かにね、忙しいと忙しい。あ、まあ、でも外国人の方が増えたから、外国人の方より日本人人気。半々ぐらいです。半々ぐらいなんですか。多い時どのぐらい焼くんですか。枚で数えるんですかね。1000枚くらい。1000枚だ、だって全部これでやるんですよね。1000枚やって、すごない。すごい。1台で4枚なんで。あ、そっか、それすごいっす。めっちゃ人気やん。そうなんだ、すごい。やります、小麦の次に。カレーパンの次に。小麦でもなんかいっぱいやもんな、俺は。でも今ラーメンやってますからね。大阪、大阪にラーメンビル1個借りてて、うんうん、地下1階と1階と2階と3階があるんですよ。で、いろんなラーメン食べれるんですよ。あれ、この間行こうとしたところ、5時からオープンの。あー、新宿。そっか、新宿か。新宿は曲がりなんで、はい。でも5時からですよね。5時から22時ぐらいまで。あ、この後行けますね、じゃあ。ノーカット。5時まで原宿に行って。ごめん、そんなには行けへんよ。そんなには行けへんよ。そっか。あ、焼けました。あ、焼けた。片岡さん、片岡カメラマン。こいつ動かないでしょ。イラッとするでしょ。だから全然イラッとしないです。イラッとするでしょ。だってここでイラッとする。だって片岡さんってほんま呼びたくないんで。ほんまな、気づいて。お前ら二人気づいてや。いや、そんなことないですよ。ちょっと優しさやで。この明るい感じ言ってくれんねん。でも内心はもう早く来いよって。だからそのアマタツみたいな感じの天気予報行く時の掛け声が、あの感じ、そう、好きな人もいるから。なるほどなるほど。ナンバさんが片岡さん呼ぶ時に優しく、もうそういうワードを作っちゃえば。なるほどね。呼ぶ時も、あ、ワードか。そう、 おいポンコツとか。おい、ボケ来いみたいなこと言えないですか。もっと愛情を込めて。なるほどね。そう、あ、で、はい、開けていいんですか。はい、会長がどっちがラファエルですか。俺やろ。あ、できた。俺や。ここ持っていい。できました。できた。すごい。できたて。暑いからここ持ってくださいって言われたから。え、これはでもどのタイミングでこの映えのあれはできるんですか。今やっちゃうと多分暑すぎて雨みたいにすぐ溶けちゃうんですよ。タイミングであと1分ぐらい。待った方がいい。すごい。しかもちゃんとしてる。こっちが10円玉の表。あ、こっちが裏なんだ。あ、リアルで言うと ね、その豆知識いらんねん。ちゃんとほんまこっちが表。こっちが本当は表。その豆知識いらんやろ。裏かと思いながら。これ令和何年のやつですか。これも全部あれ。ねえ、すごい。令和何年とか、そのどうでもいいでしょ。もうこれ何年です。令和書いてるのもいいから。全部違うんだ。ほら、あ、ほんまや、こだわりすごい。ポイントここ、うん、ここや、ほんまや。令和元年の。だから聞いたんや、さすが。そう、よく見てはる。え、ボケもう一回お願いします。ノーカット、ノーカット。どうぞ。ノーカット、しんどい。2回ボケ聞かされるしんどいよ、聞く方も。え、もうそろそろいいですよね、お兄さん。いきます。やけどしないでくださいよ。どうやって。あ、もう、はいはいはい。でも手でいきます。手で、大丈夫。大丈夫大丈夫。お母さんの皮は分厚くなってます。何や今の豆知識。しょうもない豆知識。なんでしょう。誰ともこんなしょうもない豆知識言うな。いろんなものをこうなんかほぐしたり料理もするし。そうそう、だからどんどん分厚くなるんですよね。そう、いきますよ。はい、お願いします。これお兄さん、どうやってパカンすればいい。もうこのまま。でれーん。うわー、緑。二色だけ。二色だけ。嘘、割り所が違った。ちょっと待って、これさ、熊田さん、多分、うん、そう、そっちじゃない。こっち、でも分かんないですもんね、開けてみないと。もう一回、いきます。
じゃらん全然こんなのやれへんよ飲みない これを期待したんですけどこっちかな。よしもう一回いける、もう一回いける。スライムみたいな色のやつ出てきたぞ。もう一回行こう。なんか可愛い、なんかピンクとか。来た、絶対来た、ここや。あー、これめっちゃいい。いやでもなんかほら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 、一緒にしよう、一緒にしよう、ほら一緒にしよう一緒にしようこれまあでも味ですからね、一口だけ食べてくださいよ。一口だけじゃない、私は全部食べますよちゃんと。まあ、あとはあとで食べるんで、一旦さ、ね、ゆっくりね、いただきます、はい、すごいセサミストリートみたいな。大丈夫、お母さんのもう先聞いた、お母さんの先聞いた。いただきますうん、ふわっ、うわすごい、あここでもこうなるから、すごい、うん、あ確かにこれは映えるな、うん、インスタグラムやれ、インスタグラムとかな、うん、はー、これさん結構大丈夫ですか、うん、はいはいはい、めっちゃ美味しい、うまそう、うん、確かに。どういう味なんですか、強いて言うなら。本当にカラフルなとこは、はい、目つぶってたら普通のチーズみたいな、モッツァレラチーズとか、はい、なんか味は一緒なんですよね、このチーズね、うん、4種類。でもこっち普通のやつだとモッツァレラ1種類なんですけど、はい、こっちモッツァレラ含めチェダー、クリームとの4種類。すごい美味しい。あと周りの皮がちょっと甘くて、はいはい、おやつ、あの、ね、ベビーカステラみたいな感じの香りもするし、ふわふわですごい美味しい。やっぱ 食レポも上手ですね。うん、上手、食レポも上手やな、すごいな。それこそ僕昨日彦摩呂さんとご飯食べてました、うん、ずーっとバーメンを回してました、トークで。彦摩呂さん優しいし、めっちゃ優しいっすよね、あの人、うん、トークすごかったっすよ。もう圧倒されたもん、ほんまに。おいしい。そんな無理して食べない、あとはだから持って帰って食べますから。持って帰って食べます。じゃあこれユース連れてね。でもしあれだったら車動かしたら、その時間だったら。めっちゃおいしい。もう一個、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 そんなここで20分、30分繋がらへんから、もう一個、もう一個、あとじゃあこれ持っていただく、はい、車の中に直しておきますね。それやこれ、それスタッフやるからそれ。あ、本当に、うん、それ置いておきます。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、お兄さん、ありがとうございます。おいしかった。いや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 、熱っ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 、5月と思えない。熱いっすよね、これめっちゃ便利でしょ。めっちゃいい、これめっちゃいいぞ、ほんまに、うん、自分のにした10秒ぐらいしか私当ててもね、熱いって言ってんのにいいでしょってピッて自分に。俺ら多分さ、もし仮にやで、はい、結婚したら速攻離婚するやろな結婚しません。いや仮にって言ったでしょ結婚しませんって結婚指輪つけてる男見たら怒るからな怒らないですよ前怒ってましたよ。それはなんかあからさまにすごい見せてきたから、あ、結構いいよ、あのビールの人ね、ビールの人、はい、あのビール美味しかったですね、美味しかったですね、あれなんか飲みたいですね。あ、そうか、なんか飲みに行こうか。うん、こっちこっち、待って、うん、あ、許せ、あ、お金ね、お金ね、お金、お金、これもあのノーカットですからね、本来なら今のこのシーンカットするからね、この入れ方すごくないですか、いいね、これが YouTuber です。じゃあ財布も持たないんですよ、すごい、何枚ここ財布持たないんですよ。原宿ロケに来るって言って何万円持ってきたの。別にええやろ、すごい、20万円ぐらい持ってきてる、いや、そうやって言うからやらしくなるんですよ、すごい、この財布も、はい、この絵すごいですね、何枚やろ、ほんまに。いやいや、もう今 の, あの初任給ぐらいありますからね、初任給、今競技初任給とか20万ぐらいだと思いますよ、初任給ぐらいか、だから大事に使いましょう。まあそうですね、今日一日で使えるってことなんでこの通りで、ほんまにコメント欄また荒れるぞなんてこいつら二人仲良すぎひんっていう仲は、いや、ぶっちゃけ本当にプライベート一切知らないですから、はい、あ、ねえ、ひどいの、プライベートあったことない、あったことない、私プライベートでこないだすごいいい情報を送ったのに、はい、鹿と、あ、はいはい、お祭りのやつ、そう、え、返信しませんでした、返信はしてない、なんかなんか顔みたいな、なんか読んだよみたいなやつ、いや、あれはだから優しさですよ、リアクションね、いや、あれ結構使うよみんな、あれはだから情報をいただいて、うん、また返信したら、その返信に返信するような優しいタイプやから、いやいや、私そこで完結ですよ、ありがとうございますとかねいい情報ですねとか言ってくれるかと思ったら、なかなか愛情伝われへんな、簡単なポポンで終わり、難しいな、愛情って伝われへんな、いやいや、あれはちょっとひどいなと思って、本当だから僕ね、あの誕生日とか、うん、ありがとうって言われる時とかも、うん、
リアクションだったりします。逆にあ気を使ってそうしてるってことですか。そうお互いに大変でしょ多分 LINE とかも全然大変じゃないあれ読んだのかなと思ったらすごいちっちゃくリアクションが嫁に送りましたお祭り情報ね。そうだから今後もお祭り情報いっぱい送りますから、はい、リアクションいっぱいつきますよだから飲み物どこで買おうかな並んでへんところで僕はタピオカが飲みたいんです。タピオカ多分タピオカあっちにタピオカってで もまだあるんですか。今タピオカ流行ってません。ちょっと古いありま、いやどうなんやろ何が今ナウなんやろ。ブームは過ぎた感じはするよ な, なえでもあねさっきのシュシュはどこ行った。何シュシュって買ってもらったやつあれはユースが持ってるんで。あじゃあ後でつけよう。後 で, あ後でつけましょう。そうそう、はい、タピオカか、うん、あここのねお店も、はい、私衣装を選ぶときにちょっと行ったりもするんですよ、はいはい、すごい面白いの、なかなかこんなお店ないでしょ。ちょっと派手ですね。こんなん着るんですか。あのショーの時ね自分で衣装を考えるときに、はい、これここだと派手に見えるかもしれないけど舞台に上がるとちょうどいいんです。ああ、すいません。なのでノーカットだ、ね。ノーカットなので。ここで買い物したことあるんですか。ありますあります。あるんですね。はい。ノーカット買ったことあります。ノーカットならではですね。ちゃんと怒られました。すいません。まあ、その敷地内に入ると良くないよね。あ、そうですね。あ、ほらあの大きいタピオカ。あれ行きましょうあれ行きましょう。ね。あ、なんかヒカルさんのお店あるよ確か。ヒカルテンチムさんがやってるレモンコーヒ ー あそこにしましょうか。もうないんかな。どうなんすか。あれどうなったあのレモンコーヒー。あったよな。調べる調べる。いやいや多分もうないんじゃないですか。ないかな。この辺やったもん。多分 ここやったもん。あそうなんすか。だからあ多分これやった。もう店変わってるわ。そっか。ちょっと聞いてきますね。じゃあラファさんがあの撮影許可 ありがとうございます。すごいこんなにタピオカある。ここはいいのかな。タピオカ大好きでゴンチャをすごい頼んでるんですよね。あそうなんですか。そうすごい毎晩飲んじゃってる。あ OK かな。 OK 出ました。しかも BGM も止めてくれた。優しい。お店の宣伝してあげてくださいね。優しい。なんてお店。幸福堂さん台湾ナンバーワンだって。すごいな。嬉しい。まだタピオカ流行ってるんですね。でもこんな大きいの。すごいっすね。すごいタピオカ。僕タピオカ屋出してましたよここで。この辺で。そうなんですか。出した次の日から緊急事態宣言になってんな。あそうタイミングが。タイミングは。あそうなんですね。翌月ぐらいからなってんな。確か。中入りましょう。行こう行こう。こんにちは。こんにちは。すいません。やった嬉しい。こんなに種類がある。わあすごい種類。何これ金。どれが一番人気なんですか。これですか。これ辛いってことですか。あ焦がしてるんだ。焦がし黒糖だって。これえでもそんないけますこんな量。量全然いけます。私毎日タピオカ飲んでます。え大好きで。マジですか。そう体壊しますよタピオカ毎日飲んで大丈夫ですよね。店員さん抜きますね。よくお店の中で毎日飲んだら体壊しますよね。毎日大丈夫ですよね。ほら大丈夫大丈夫です、ね、じゃあ村上さんこれにする。えでも人気商品。あでも焦がしてるとこちょっと見たいんで。じゃあちょっと映えそうですもんね、うん、いやこんなんでもいいんですよ。ラファさんは。僕はいらないですね。タピオカ屋さん来てウーロンティー頼まないでしょ。まあ喉乾いてるかなと思ったから。いやタピオカが飲みたい。じゃあこれでもうちょっとうるさいんでこれでこれ。何うるさいねこれ飲んだらいいじゃないですか。端っこなら飲めますよ。いやいや僕はいらないです。僕はいらないです。これで隠して出ますよ。そんなんで隠れに人集まってきたからもう。じゃあこれ一つお願いします。お金1個でいいの。いや1個で僕は本当に飲めないんですよ。おいくらですか。700円。絶対ねこんなに喋ってるから喉乾いてると思う。まあ本当はね本当はね。ねはいはい。すごい人集まってきましたよ。すごい人がすごい集まってきたね。はい、ありがとうございます。バイバイ。こんにちは。こんにちは。もうだからドストライクっすもんね、あの辺ね。え、ちょっとでも若いですよ。20代の頃。でももう完全に目線が熊田陽子さんですもん。え、嬉しい。もうめっちゃ憧れてる感じ出てる。え、すごい嬉しい。ね、でもあの辺のね、変な意味じゃなくて、あの辺の若い層にも、うんあるんですね。人気というか。もうどんどん行って。Z 世代にも弱いから。Z 世代やからさ。いや確かに。のぶっちゃけ申し訳ないけどなんか20後半とか30以上のファンなのかなと思ったんですよ、うんうんうん、ファン層が、うんうん、完全20代だもんな。今の子たちはね優しい。お姉さん今何入れたんですか。
え、チーズ怪しい港区のバーでなんか薬もらったんじゃない。いやいやいや、そんなこと言ってない。そういう時の言い方の感じだったよな。私は興味があって、これ何ですかって言って、あ、このお粉は何ですか。これを取らないと。これ今から焦がすんですね。うわ、いきます。え、でもこの辺溶けそう。確かに。この辺プラスチック溶けそう。容器がね、気をつけないと。え、美味しそう。わー、すごい。ね、香りがすごい。香りめっちゃいい。いや、わかんないでしょ、仮面つけてて。いい匂いします、いい匂いします。こんな狭いとこから。はい、飲みなさいよ。え、お姉さん、これ何、気になってんけど、これ。あ、例えば入れたの。それ、お親に言った。今日親に言ってへんって。こんな、もうそこ広げないでよ。またこれこれこれ。あ、やってくれるって。優しい。こういうところで点数稼ぎ、ヒカルさんより優しいぞっていうところを見せたいから。ヒカルさんはちょっとね、オラオラ系っていうか、ちょっとついてこいよタイプだけど。ついてこいよタイプですからね、うん、ありがとうございます。飲んでください、飲んでください。いただきます。いやいや、え、ね、下があったかいんですね。あ、茹でたてタピオカなんだ。あ、そうなんだ。なんかね、すごい、もう、なんだろう、ゼリーみたいな。え、ちょ、ほんまに毎日飲んでる？飲んでる飲んでる、ごめんなさい、でも結構初めて飲む人の感想やね、今のなんか。ゴンちゃん他社さんが。そう、他社さんの。いただきます。あ、でもほんまにいい香りする。うん、焦がしてるから。おいしい。おいしい。しかも、あの焦がしたところが、はい、あの細かくなってて、はい、一緒に入ってくるから中で完成する感じ。中で完成する感じ、うん、口の中で。ね、お姉さん、いい感じ。しかもタピオカめっちゃ柔らかいですね。食レポやっぱうまいな。うまいな。こんなん YouTuber で言えるとしてるもらんもんな。絶対ないです、ね、おらん。しかもこれ多分ね、おらんもん、どんどん混ぜていくと味が変わっていく。味変。そうだから一杯大きく感じるけど、この人まだまだ売れるぞ。な、まだまだおるな、業界にな。余裕で飲めると思う。これもうそろそろ人が集まりすぎたんで。ありがとう、はい、ぜひ皆さんこちらのお店来てください。人が集まりすぎた、すいません。ありがとうございます。いただきます。すいません、飲んでましょうか、うん、ここでちょっとユース待つ。こんにちは、うん、熊田陽子さんのファンですっていう人。うわ、3人ぐらいや。いやいや、いる。あそこ奥にもおったか。5人おったね。すごい。ありがとうございます。あの辺の20代ぐらいのね。嬉しい、さっき言ってくれたお姉さんだ。あ、どういうところがちなみに。え、嬉しい。綺麗、ずっと綺麗やから。なるほどな、確かに綺麗もんね。めっちゃ嬉しい。思ってますよ。綺麗綺麗。いや、年齢の割にはっていうこう関係なく普通に聞いてもね。年齢聞いたらもっと驚くよね。そう、年齢してますか？42なんです。熊田陽子さん42歳です。42歳です、熊田陽子さん。42歳です。42になりました。どんな、もう結婚は二度としないらしいです。もうそんな情報、とか言ってね。こんなに受けへんねや。しんど。全然受けてないですね。行きますか。行きますか。向こうの方行きますか。すいませんね、美味しいタピオカ皆さん飲んでください。ここでバイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。行きますか。行きますか。はいはい、はい、ラファエルさんが滑るから。いや、多分やけど、行きづらくなった。多分やけど半分インバウンドじゃない。半分、はい、インバウンドね。日本人じゃないかもしれない、半分、ね、もしかしたらこの辺ぐらいからもうファッションとかですもんね、うん、そうですよね。ここも絶対行くところ。はいはいはい。え、ここ、うん、ここ何で行くんすか。キャンディア55って、はい、あのキャンディー量り売り、行く。ちょっと見たい、はい、ちょっと見たい。ちょっと交渉してきますね、僕。よし、片岡さん、メス会にしようぜ。メス会行ってこい。メス会行ってこい。腹立つな。ありがとうございます。もっと言ってください。見て、いいよ。あ、メス会遅いよ。行った。ここはね、量り売りで、はい、好きなキャンディーとかグミとかチョコレートとかを入れて、何グラムでいくらみたいな感じだから、もうね、すっごいカラフルで可愛い。子供とか楽しいですね。ここはね、必ず行きたがる。ごめんなさい、OK 来ました。やったー。お店の宣伝、改めてこれお店の名前がキャンディア55さんです。実はね、はい、アルタの中にもあるんですよ、同じ店が。あ、そうなんですか。でもこっちの方が路面店だし広いから、詳しいな。こっちの方が、はい、あの買いやすいです。なるほど、量り売りの店ね、キャンディーね。だからね、これもセットで売ってるんですよ、はい、
この段ボールも、だからなんか誕生日会とかセットであげるとすごい喜んでくれるから、これは子供喜ぶよ。行こう行こう、行きましょう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 、めっちゃ嬉しい。じゃあこれちょっと飲食持ち込み禁止だから、まあ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 、ちょっとカウンターに、はいはい、置かせてもらって、すいませんお姉さん。お姉さん、これどれが人気なんですか？人気ナンバーワンこれ。あ、もう、あ、これレゴみたいなやつ、子供絶対喜ぶやん、これレゴと揉めてそうやな、これいろいろ権利とかで揉めてそう、レゴとレゴみたいなやつだからレゴみたいなやつ、ね、そんなネズミのキャラクターも全部揉めるからそうね、そんな言わない、そんな言わないよ、そうだね、大人でしょ人気のやつ買って、大人やからごめんなさい。いいですか、もう優しい、ごめんなさい、優しい髪色めっちゃ綺麗ね、さっきのあの10円のあれみたいな髪色してますなかなか出てこない色なかなか出てこないやつ、あれ一色一色だけのやつ、そう、手拭いた、手拭くんや、そう、はいはいはい、手拭いて、で、はいはい、お金売りがしたい人はこれやりましょうか、はい、はい、はい、手袋して、なんか一回その扇風機を OK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 O
え？めんどくさいな。だってそう、ほんまに両方なんですよ。じゃあどうする？じゃあ2枚やって。どっちでもいいんだから。だから聞き手。どっちもいい。そっか、両方じゃなくて。まあじゃあ左。うん。なんで両利きなんです？ご飯食べるときに、うん、右に、うん、そう先輩とかだから座ったら左で食べるようにしてるんですよ。ああ、ぶつかっちゃうから。ぶつかっちゃうからこうやってこんな狭いとかだったら。すごい。そうなんですよ。じゃあ大人になってから直したっていうか両利きになったってこと？ああ、そうですね。ここ10年ぐらいで覚えました。そのために？そのためにはい。面白い。面白いかな。うん、買いましょう早く。買おう。なんで早くって。この間のディズニーランドの動画も見ましたけど、はい、子供に早くとか言ってるから、はい、言ってた？はよ食べとか言ってたから、ご飯ね、うちの子供ね、ご飯ゆっくり食べちゃうから、ゆっくりでいいんですよ。だって日本人だけでしょ。うちの育て方があるんで、うちにはうちの。でも早くって言われるとプレッシャーだからね。片岡さんも絶対早くとか言われてて、もうすごいプレッシャーになるから。子供がね。そう、だから自分のペースでいいよっていう。でも自分のペースで言ったら、うちの子供なんか YouTube とか見ながら3、4時間ずっとダラダラダラ。だから YouTube 見せずに、もうご飯に集中して食べようねとか。なるほどね。あと早くじゃなくて、何時にこれをやりたいから何分までに食べようねって言った方がいい。俺怒らんけど。そうそう。俺一応子供2人おんねんけどな。だから違う、早くは NG ワードね。だって夜の寝る時間もさ、21時に絶対に寝んねんって。絶対とか、まあ21時ゴールね。はい、僕はもう23時なんですよ。そう、でも、はい、成長ホルモンって10時から、ね、コメントでも言ってます。全然進まねえそれ TikTok の方進むから。全然進まねえ。だからもう見ましょう。早く、子供の話はまた別でやりましょうよ。それ早くはもうどの現場でもやめてゆっくり。いや、これね、普段やったら、うん、ゆっくりやるんよ、うん、今回は TikTok 回ってるし、 YouTube もノーカットっていう企画だから。そうだから早くじゃない、テンポよく行こうみたいな感じあ、うん、ポジティブに言ってる。そうそう、あれ、ほらほらポジティブに言って、うん、じゃあテンポよく行きましょう。よし、行こうこんな感じね。なるほどね。あ、そうそう、で手袋をつけたら、はい、これを袋を1個持って、はい、この中に入れていくの。なるほどなるほど。そう、これね、もうこれは自分の袋だから、はい、だからラファさんはラファさんの。僕いらないんで。なんで手袋つけたのさ俺もじゃあ子供に買って帰るか。あ、絶対喜ぶ。え、これ手でいくの？じゃあ違うか。違う違う、ほらほら、ちゃんとと、ね、あのごめんなさい、ラファさんが大好きなトングじゃないんですけどそのぐらい知らん人も多いから、これ見てる人。そっか、じゃあちょっと前のね、あの、ね、一緒に料理作った動画を見てもらったら、はい、ラファさんってあのこのトングに、トングが好き。その説明もういらんで、その説明いる？すごい大興奮、トングに。気をつけ、発言気をつけてよ。あ、わかりました。発言気をつけてよ。トングに大興奮はいいですか？はい、セーフ。これだから人気やから、これ入れていく俺。ね、大人。何が何が、こんな入れないけど。え？でもラファさんこれ淡い色だから、こっちの、はい、人気ナンバーワンはこっちの。確かに、これね、濃い色だ。子供にはね、まだね、4歳だから、ガム食べさ、4歳と1歳からガム食べさせたくないんですよね。え、こんな大人買いしていいんですか？え、いいんじゃないですか？やったー。これめっちゃ、確かにほんまに楽しいでしょ。デゴみたいやわ、これほんまに。ね、見てこれ、やばー。すごい。これはすごいね。これを食べよう、後で。ほんまにブラックバスとか釣れそうやもんね、これで。すごー、カエルさん。個人的に好きなのはこういうコーラとか好きですけどね、僕。あー、こう絶対これ人気ナンバー2だって。あー、トング出た大興奮トングに大興奮
トングに来てた。このトングどうですか。このトング、このトングはあすごいいいですね。スプリングとかこのバネがいいですね。いい感じだそうです、はい、キャンディア高校のトング。アホやんけ俺。はい、これで。あ、まだ見てこっち。まだこっちもこっちもある。いやこんなにあるの。すげえ。すごいよね。種類すごいっす ねマジで。これこっちの色が映えそうかな。レインボーにしよう。これとかね。これいこう。これとかね。だってこれはキャンディア55しかないかも。あ、そうなんす。でも ほんまにめっちゃ有名なんですね、この店。そう。そうなんや。こんな見て。全国何店舗ぐらいあるんですか、お店。これも入れよう。あ、10店舗とかあるって。すごい。興奮せえへんって。興奮せえへんって。まだまだ興奮してきたまだまだもう早く買おうってだから、店舗よく行きましょうって。店舗よく行こう。店舗よく。ね、だってこんなにあるから、目移りしちゃうじゃん。そうですね。ね、これも可愛い。アヒルがいっぱいいた。あー、それ、女の子喜びそう。あ、それ俺も入れようかな。これそれ喜びそう、女の子。あ、娘さん1歳の娘がね、うん、こういう、こういうの絶対好きなんで、1歳の娘は。だからグラムで測り、あ、売りだからね、はい、あ、グラムか、そっか、グラムですよね。そう、だこういうクッキーもある、可愛い。パンダ入れとこう。すごいね。さ、お猿さん入れとこ。こんなん興味の話、賞味期限早そうやけどね。まあまあ確かに。確かにそうですね。な、マジな。だから賞味期限もちゃんとほら、書いてるんや。え、長っ。え、来年非常食ぐらいあるよ、長さ。すごい、2025年9月31日までめっちゃあるやん。すごい、まあ、1年以上持ちます。すごい。これちょっと色綺麗ですけど、めっちゃ本当だ。あ、ね、しかもよく見ると野菜みたいな。これ可愛いですよね。フルーツだ。バナナとかイチゴとかいっぱい。ほんまにあるな。え、かわいい。これも入れよう。これもでもこれでいいかな。いい？子供にあんまりお菓子食べさせないんですよ、僕。ね、なんかこの間おっしゃってましたね。はい。ほとんどお菓子は食べないんで。うちの子毎日食べてます。これも虫歯とかならないですか？虫歯なっちゃってて。なるっすよね。そう。虫歯になっちゃうからな。まあガムかガムはあかんねん、うちは。こういうの面白いから。確かに確かに、子供喜びそう。大好き、こういうお菓子。子供めっちゃ喜びそう。でもそのクッキーとめっちゃ混ざってたけど、今見たらこれでいいかな。めっちゃ混ざって汚くなった。そう、全部混ざりますよ。言わんでいいでしょ、その最後混ざります。クッキーは絶対違うなと思ったもん。これも絶対クッキーは違うやろ。これも面白いから入れよう。別の袋でしょ、クッキーは。卵あ、いいっすね、面白い。卵のグミ、これも入れよう。チョイスがいいっすね。これでいいかな。ナイスチョイス。ナイスチョイスですか。あ、これフルーツもあるんや。ね、ドライフルーツ。はぁ、ドライパイン。これはうまいやろな。俺が欲しいな、これ。あー、なんかワイン飲むときとか、あのウイスキー飲むときとか、これ入れたらうまいうまそう。確かに。あ、これ絶対うまいと思う。こんなに。じゃあ僕これでいきます。私はこれでお願いします。明かり売りで。やったー、お願いします。いっぱい、はい、すいません。こういうのも楽しい。これ牛乳に入れるとストローのやつ。そう、ストローが中にチョコが詰まってて。あ、これね、チョコレートミルクみたいになるんですよね、はいはいはい、口の中入った時に。あったの、家に。これお会計でしょ。あ、この量で1000円やって安いの。安い。 225g でお願いします、これは安いっすね、意外と。あ、私の方が。え、ありがとうございます。え、こっちの方が多かった。中さんの方が重いのに。あ、なるほどね。そう、グラムだから値段がね。うん、なるほどなるほど。現金で、ありがとうございます。ちょっと大きいんですけど、すいません。こっちもかわいい。かわいいね。あ、しなこちゃん。え、どれめっちゃ TikTok とかで有名ですよね。え、この方じゃないですか。違います、しなこちゃん。え、あ、この方。はい、有名。これもみんな知ってるんや、多分。ワクワクドキドキしなこワールドのやつ。あの娘さんが見ててってことじゃない。そうです、そうです。そういうことよね。そう、娘がなるほど、ね、しなこちゃんの歌すごい歌ってる。これはの TikTok ライブと YouTube と両方ですね。そうなんですよ。ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。うわ、袋ももしつけていただければ。あ、はい、作業袋。私何回かこちらのお店来たことあるんですけど、あ、接客してくれた、ありがとうございます。ね、なんかいつもベビーカーそこに止めたりしてゾロゾロ。ありがとうございます。
え、あの普段プライベート態度悪くないですか？大丈夫ですか？すぐ怒ったりなクレームとか。あ決定的証拠。そうなんや。すごい大好きで。はい、すいません。はい、すいません。はい、ありがとうございます。なんかね、キャンディア55さん、いろんなアイドルの子とコラボしたりもしてたから。あ、そうなんですか。そう、すごい楽しい。なるほどね。これ持てる？これと、小銭どうしよう。ポケット入れる？あ、戻そう、戻そう。あ、ユースどこ行った？ユースは、裏につけてます。あ、向こう側につけてるんや。はい、なるほどな。俺らケツあるもんな。え、今何時ですか？あ、オッケーオッケーオッケー、ちょうどいいわ。今出たらちょうどいいわな。はい、出たらちょうどいいってことですか？この後撮影あるんで、僕らまた別で。この後ね、なかなかの上場企業のところで商談を。行きますか、じゃあ。来んなや。行きますか。でもめっちゃ刺さりそう。まあ、確かに。本当、はい、ありがとうございます。はい、大丈夫です。はい、すいません、ご丁寧ありがとうございます。はい、ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。また来ます。ありがとうございます。すみません、預かっていただいてありがとうございます。また子供と来ます。ありがとうございます。さあさあ、もう出口ですよ。もう出口ですね。ありがとうございます。いやいやいや、よう喋ったな。サンリオはサンリオ、サンリオね、サンリオも大好き、よく行くんですよ。はいはい、サンリオな。女の子はね、まだちっちゃすぎてね、あんまり分かってくれてないですね、この辺は。え、サンリオは赤ちゃんからピューロランドも行けるから。行けるんですか？みんな大好きだと思いますけどね。女の子向けですよね。うん、まあ確かにそうですね。どちらかというと、はい、でも男の子が好きな、はい、恐竜のキャラクターとか、はいはい、もあるんですね。あります、うん。ほんまに詳しいっすね。ここも、あ、ね、ここラファエルさんの写真あった気がする。ここそう、いちご。 あそこのね、いちごの、あそこは行ったね、一番左の店。そうそうそう、見ていいですか？ほら、うん、見よう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 。え、いちご、こっちじゃないかな。あれ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 、これもしかして著作権侵害されてるかな。もうそんなこと言える言える立場じゃないでしょ。あ、ひかるさんだ。ひかるさん、許可取ってるんかな、これ。ほらほら、あれ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 、聞いてないぞ、聞いてないぞ。いや、絶対言ってるし。完全にロケさせてもらってるのに。これマイトルさんのやつでしょ。ねえ、握りオッケーな、これ言ってへんけどな。エプロンもがっつりしてるし、もう別に店舗前だからいいじゃないですか。冗談冗談冗談。有名な方々が来てるんですね。ねえ、ここもすごい美味しい。行きます。あ、食べれないか。思い出したわ、これ109でイベントやったわ。どっちが売れるかっていうイベント。ここの食べれないか。食べれないです。甘いものとか食べないです、僕。美味しいのに。すごい大好きで。違いましたっけ？ヒカルさんの店？はい、確かなんかコメントさっきやったんですよね、バナナの感じ。あ、ここ？これなんや。はい、そうなんや。ここも美味しそうだった。ここの店が変わったんじゃないんや。あ、危ない危ない危ない。左やってどっちから見て左か分かんないですよね。分かるやろ、こうやってやってんねんから。分かるやろ絶対に。私たちから左やけど、片岡さんからしたら右だから。だってもうこっちでこっちで通行こうなってるでしょ、あれが。絶対に交通整理が。もうでももうクレープ屋ぐらいしかないんじゃない。私でも あそこは行きますけど、結構いろんなお店が入ってるから、はい、え、ね、ここ行きたい。あ、ポケモン、ポケモン買いたい。ポケモン買う。ちょっと下着は映されへんな。下着が映されへんな。そっか、下着が多分映ってないんですよ。そっか。え、ポケモン買います。買ってきますよ。どれがいいですか。え、嬉しい。子供と4枚4人分、4人分買ってくる、うん、サイズ感。これえ、嬉しい。どれにしましょうかね。え、かわいいね。あ、はい、あ、はい、すいません、はい、すいません。ちゃんと怒られました。行いますからね。やめときましょう。やめときましょう。ポケモンはね、確かにね、ポケモン大好きなんですよ。後で来ます。ポケモンが好きなん。ポケモンカードとか集めてるんですか。そう、集めてます。あ、そうなんや。この間のスイッチはめっちゃ喜んでて、昨日のご飯屋さんでも、はい、みんなでできるから、はい、お友達と一緒にもうご飯食べ終わって、大人がちょっと喋りたい時間に待っててもらうときに、はいはいはい、もう出していいよって言ったら、ね、めっちゃ片岡さん笑ってる。なんだ。全然めっちゃ納得いってない顔してる。なんで？いやいや、そんなことない、そんなことないですよ。全然何もない。でもすっごい遊んでます。あ、いやいや、よかったよかった。ありがとうございます。それはよかったっすよ。しかもみんなで遊べるやつ。あ、で、今ね、テレビをね、はい、送っていただいて、事務所から。あ、もう設置完了しました？設置が月末なんですよ。月末、あー、それ見たいね、それはね。
そうだから今ラファエルさんの事務所にあった大きいテレビが、はい、うちの廊下にボンって置いてあります。雑やな、なんか、なんか嫌やな、置く場所がないんだもん。なんか嫌やな、大きすぎて置く場所がないの。まあね、そう本当はね、ここの服屋さんもすごい大好きなんですけど、確かに ウィゴーさん、そうウィゴーさんコラボもしましたし、もう撮影許可がすぐ出るし、ここはね、あ、そうすごい、めちゃめちゃ良心的、じゃあ行きましょう、良心的ですよ、ここ行こう。いやもう時間がないね。何の時間じゃあこの後ね、ほんまにめちゃくちゃ大きな相談があるんですよ、この後。どっちが大事なんですか、この生配信と撮影と。いやこの後の方が大事やって。そうなの、上場企業行くねんから、今から、大事やって。そうなんだ、ウィゴーさんね。もうでも何時間、1時間回った、またウィゴーさん行きたかったけどな。1時間ずっとトークできる人あんまりいないですよ、インフルエンサーで。すごい、まあ、クロちゃんタレントなんでね、あれですけど、うん、ウィゴーさん行きたかったな。だからちょっとお金だけまだ19万円ぐらい残ってるから、はい、おいおいおい、これだけ渡せって言い出したぞ。これだけもらったら、カメラ外で私行ってきますって言い出したぞ。行ってきます、行ってきます、領収書もらっとけばいいですよね。いやほんまに、もうそれはパパよ、パパやで、そんパパやで、そんな電柱に、電柱にぶつかった、その笑い分からんから、電柱にぶつかった笑い誰も分からんから。うちら、うちら分かるから。うちらだけ笑ってる。いや、やっぱそのすごい、やっぱタレントさんはトーク力すごいね、やっぱね。いやいや、そんなことない、大好きなね。これ俺が一人やったらきついもん。本当？やっぱ俺一人やったらきついもん。竹下通りこうやって歩けるのがすごい楽しい。いや楽しいですね。まだ行きたいとこいっぱいあったんですけどね。え、普段行くところジュエリーと、あとはジュエリーと、あとさっきのウィーゴさんのところ服屋さん、はい、その上にも、はい、韓国料理屋さんとかあったり、すごい楽しい。そうなんすか。そう、あとはちょっと裏に行くとおもちゃが安いとこもあったり、へー、あと豚カフェみたいのもあるんですよ。そう、あー、マイクロ豚ね。なんかそう、ちっちゃい、はいはいはい。車はちょっとわかんないっす。車こっち側にあるんか。まあまあ、そろそろ閉めますか。閉めますか。どこで閉めます。ここでいいのかな。ここに、ここで閉めますか。そっちの方ですか、車。あれだ、ここの方行きますか。行きましょうか。はい、ちょっと危ないんでね、ゆっくりでね。人が多いから、人がちょっと多すぎるからね、交差点なんでね。いや、お天気が良くて、お方も確かに前からすごいお天気調べてましたよ。確かに、だから1週間ずれてたら、来週だったらちょっと危なかったかもしれない。確かにね、ちょっと違うかと、うん、これ晴れなんでいいんですけどね。ね、ちょっとじゃあ TikTok ライブの方切ろうかな、一回。はい、ちょっと読み上げますね。ありがとうございます。私も TikTok やってますので、ぜひ熊田陽子の TikTok を見てください毎日配信してて、宣伝してくんね、俺のところで。もう切る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 ラファエルさんが切っちゃうらしいんですけど、トップ賞さん、エムくん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、インカメになってるんですか。インカメじゃない、外読み上げてるんですよ、今。貢献者ランキングみたいな。ありがとうございます。インカメだと思って。あ、エムくん、ありがとうございます。ありがとうございます。本物のトムさん、ありがとうございます。 iPhone さん、ありがとうございます。ラファエルさんは、日本最大級のライバーさん事務所一回喋る、やめてよ、見上げてるから、一回喋る。ワンカヤットに、ノンさん、トモコさん、ミオさん、皆さん、ありがとうございます。面白い。ドンペリ大将くん、ありがとうございます。ありがとうございます。配信の方終わります。ありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。あー、トモさん、最後ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、こんな感じで TikTok ライブ終わっちゃった。 TikTok ライブの方終わりましたから。はい、あれ、車はビームスの反対側におる。ビームスの反対側、ビームスの反対側、向こう。これビームスの本社なんで。あー、だからこっちですね。渡っちゃいます。あ、でもあいつが言ってるのビームスの店舗の反対側って意味かな。渡っちゃいましょうか。あ、そっか、本社なのか店舗なのかで。そうですね、違いますもんね。まあ渡りましょうか、とりあえず。はい、いやいやいや、ノーカットでもいけるね。いけた。あとは私、ね、本当は今日ここの通り通った時に買いたいものリストが4つあって。なんでそんな作ってくんの。え、だってロケだから。なんで買い物する前提なの。だって竹下通りって買い物する場所ですよね。そう、まあそうなの。うん、だからまだそれ1個もあれかもしれない。逆に達成してない、うん、達成してない。私が行きたいところと違うところ行ってた。あの、欲しいもの、欲しいもの、うん、でも本当あの膝当て、自分で買いや、そんな自分で買いや、膝当てなんて。ポールダンスするときに膝を結構打つから、かわいい、なんか膝当てがあったら。はいはい、青ですよ、当たりますよ。あとはノート、ノートノート、ノート、これは今ね、振り付けを考えてて、はい、振り付けを書くときにテンション上がりたいから、はい、かわいいノートがいっぱいあるんですよ。はいはいはい。だからアルタの中とか行ったら、文房具屋さんあったから行きたかったんですけど。あー、なるほどね。あ、そのノートね。ノート、何のノートだと思ったんですか。いや、なんかそういうなんか新しい IT のなんかあるんかなと思って。ああ、それを言ったら
はい、イヤホン欲しかったんですよ。イヤホン、イヤホンが今紛失中でなくなるよね。イヤホンはなくなりますよね。なくなる、ほんまになくなる。そうだから全然ラファさんの YouTube も子供寝た後に見ようと思っても無音なんで、はい、なるほど。だからテロップ多めの人のしか見れないっていうもう音がないと、もうヒガル君とかね。そうテロップ多めのね。え、こっちで合ってんの車。ちょっと待ってください。ユースを探そう。はいはい、このアングル久しぶり。これアングル合ってるんかな。インカミできるんかなこれって。一回切らないと。多分そうか、やめとくわ。せっかくね、ちょっと車の位置が分かんないんで。はい、まあでもこの辺で締めようか。一回ここで締めようか。ということでね、ここ今回ね、はい、僕のチャンネル初の、はい、ノーカットノー編集でしたけど、すごい初だったんですね。僕の動画では初です。すごい、ヒカルさんの動画でやってたんで。もヒカルさんの動画もこの間も2時間ぐらいやったよな。やってたんで、さすがです。トークがさすがでした。いやいや嬉しい。さすがです。また連れてってください、はい、まだ撮りたそうにしてるからさ。まだまだもう早く何かきっかけ作って切らないと、はい、うん、この前ずっともう編集点作られへんぐらい喋り続けるから。この人2時間ぐらい行きたい。片岡さん味方したでしょ。片岡さんの召使い返ししたからね。ということで今回ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後にザン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 、今日は出ない、今日は出る、裸ですね。なんとかフィクション、なんとかフィクション、早切れ早切れ、もう早切れ、ありました。あのなんて言ってんの。Are we victims? Take it up, all the fake news. Get us friction between our rights and wrong. We don't even know the answer. Are we living in a fiction? Are we living in a fiction? Are we living in a fiction? Are we all just in a fake bus? Are we living in a, are we living in a fiction?